政治力もあると思うけどもね、僕の思うんだよ。あれも商売だと思いますよ。考え方も違うと思う。それが正常な常識だと思いますよ。じゃあいいんじゃないですか。まあそうしか言わないですけど、いや、つまり中にはそういう人もいるかもしれないけど、やっぱり人ってあんまり、やっぱり、ついてるのは、やっぱり医療系の考えで、医療系に携わっての人間って、それはみんながの人だ、すべての業界にいる人なんですけど、やっぱり俺、医療系ってのは、ね、そのすべてのね、俺、恥ずかしいけど、自分で手術して、しまったって言うと、やっぱり泣いちゃうよね。泣いちゃいますよ、やっぱり。なんでこれ突っ走っとったのかなってさ、やっぱり何も泣いて、何が心配？自分で手術したときに、私にそれが良かったらどうなのか、何年前かって。で、それが、やっぱりここまで良かったかなと。やるべきだったかなって。それが、別に、やるっていうのは、もうやるというのは全然良かったんだけど、やっと立ち上げて、ああ、良かったなとばっかり考えるんですよ。すごくね、そういう一般の人では、当たり前なことだと思いますよ。
いや、それはまあその経験によって、それを通過した人と通過してない人じゃ、それは顕著の差はあるとは思うけど、ね、だから医療系っていうのは、考えてるって甘くはないですね。いや、それはその、まともな医者もいるんだけども、ずいぶんデタラメな医者だって、どちらもいるんで、そこは逆に、あの立川さんと私との認識のジャンプですけどね。まあ、だけど、分かんないですよ、全然考えないですよ。まあ、それ以上はね。まあ、その、追い打ちをかけるつもりは本当ないんだけども、もしその2年前ほど、その、パソコンのハローワークに来てた時も、その、先ほどその、デイトレーダーのその、最終職で来た人っていうのは、初めて後ろの立ち見の人たちなんだけども、すぐ横の、同じテーブルの来た、その、あれ、30歳前後くらいの人なんだけども、その人は、その、東京訓練を受ける前まで、会社の受付やってたと思うんですよね。それがちょっと聞いてみたら、もうとにかくその会社の、水増し請求をやりたい放題で、もうね、その、受けて、治療してない虫歯も治療したっていうことにして、診療報酬を請求するの。で、それこそ一箇所だけじゃなくて、もう、その自分が今まで経験したその会社、どこでもそれをやりたい放題やってて、もう私はその、こういうその、会社の受付っていうのは、もちろん、ごめん、その、うち、精神請求の詐欺の片棒担がれるのは、もう、真っ平だということで、その、他の仕事を求めて、その、こう、パソコンの職業で受けに来たっていう、そういう人がいたんですよね。まあ、ちょっとそれは単なる、その、一例だけども、まあ、ちょっとそういう場面も、現実にあることはあるんですよね。それはその全体の何パーセントかはそれは知らないけれども、で、さらにちょっと言うと、その私、神田でちょっと見てみると、分厚くなったんで、その、神田記念病院っていう、その耳鼻咽喉科の専門病院で、ほかの駿河台の病院ですとか、近くの大きい耳鼻科の病院ありませんかと言われて紹介されたので、そこはちょっと、中の具合で、ちょっと治療費だと、診断書を見せてくれって言ったら、事務長がもう必死になって、いや、ダメだ、ダメだって言うんですよね。これもなんか本人が見たいって言ってるんだから何が悪いんだって。